ノルウェーの地図19の県を地域ごとに同系色で塗っている。スワールパル諸島とヤンマイエン島も書かれている。ノルウェーは5つの主要な地域がある。これらの地域分類は地理や方言的なものに基づく関連によって分けられている。しかし、お金地域の範囲はいくつかの県をまとめたものと合致する。 この他にも政府の様々な目的のために分割された地域が存在している。地域は行政的役割果たすものではなく、主要な管理単位は県である。トロンデラーグ地方は稀に中央ノルゲと呼ばれることもあり、そう呼ばれる場合多くはムーレオロムスダールを含める。時折、ローガランがソウルランとして扱われる場合もある。また、スバールパル諸島は県でないため、 この区分には含まれない。スバールパル諸島の知事は司法省に上進しており、各県の知事は総務省に上進している。ヤンマイエン島は本土でないため、ノルウェーの総合地区として扱われ、1995年からはヌールラン県知事に任せられている。さらに南大西洋のブルベ島もノルウェー領であり、領域外ではあるが、南極大陸、 ドロンニングモードランド突破を取る伊勢島については、ノルウェーが領有権を主張している。ありがとうございます。